皆さんこんにちは。「きちょりラジオ」が始まりました。進行を務めさせていただきますのは、井村豪と申しますこのきちょりラジオでは2つの大きなテーマについてお話をしております。1つ目がキチョリごと についてお話をするとで2つ目が日常とは少し変わった出来事非日常的な出来事についてのお話をするという流れで行っております先週と、えー、先々週は彫刻、えー、造形作家 安本篤人さんをお呼びして仏像のお話そして十六の光の絵本のお話とトットちゃんの本当に非日常な工芸の森のお話を楽しくまた し新鮮な気持ちでやっぱり本当に非日常な出来事何がいいかと言いますと、まあ、自分が今暮らしていたり、まあ、今している仕事、まあ、そういった職業とまた違う他業種の他職種の人たちの、まあ、話を聞くことで全然自分とまだ違う視点だったり 考え方、視野、えーまあ、その思いとかその世界の独特なまあイメージアピールオリジナリティ本当いいかなとやっぱりこういった非日常な出来事、まあ、たくさん起これば、まあ、自分でも常に、まあ、作っていきたいなと。 模索しながら生きていきたいなと思っております。えー、去ったあ、この放送は収録放送なんですけれども、えー、今日が7月の6日、まあ、水曜日と、えー、去った土日、台風が、台風4号、来まして、もう本当に、 今が成長真っただ中の校舎の校内のひまわり333本がやっぱりだいぶ傾いたりはしておりましたただ幸いにも暴風域がまあなかったのか一応強風域でまあ沖縄本島難を逃れたといいますかこのひまわりたちもほとんど 無事でまあ今ももう少し今が6割くらいかなとあと1週間2週間ですので7月のそうですね1415この辺りではかなり咲いてくれるのかなとまだまだこのロシアウクライナの 戦争が争いが続いておりますのでひまわ、あ、あり覚えることで、まあ、ウクライナの国の花でもありますから何か平和を願うことが学校でできればと考えております、まあ、学校でというお話をしております私は教員生活、えー、今年度で 丸13年目を,を迎えております。13年間、沖縄県で高等学校で教員をしていると。で、本当に教員の、まあ、イメージといいますか、なり手が少ないであったり、教員はブラックだであったり、まあ、不祥事だであったり、まあ、あまり えー、マイナスなイメージが多くまた教員の世界も本当に10年ほど前までは出勤・退勤は会議室なりに置かれている職員名簿の方に印鑑を押すという流れで行っておりましたが まあそこからまあ民間同様まあパソコン内とかシステムでコンピューターでまあ出勤・退勤来た時帰る時にボタンを押すというまあ現代にデジタル化している世界になっております。まあ、そんな中よくまあ残業問題が起てい 昨今取り沙汰されておりましてあのこれ2019年の、えー、琉球新報さんの記事なんですけれども、えー、過労死ライン超え3078 30人が超えると、えー、沖縄の教員の残業100時間超えは1314人主な理由は部活動 これやっぱり残業、それもシステムで出てくるんですけれども、これが100時間、80から100時間がまあ月過労死ラインの残業時間と、45時間以内にしなさいとか、そういった流れができており、100時間超えるこの時教員が1314名と、 まあ主な理由は部活動とありますけれども、やっぱり本当に部活動です。かなりのウェイトをこの部活動の時間が占めているのかなと。まあ、平日、例えば、平日月曜から金曜まで、まあ、放課後3時間部活をすると。これで 3×5 の15時間。そして、 まあ休日は午前午後どちらかも4時間4時間土日やると8時間15と8で23時間で23時間で1週間の部活動とそれが4週間、まあ、ざっくり考えて1か月であるとして 23×4 で4324892時間92時間ですのでもうほぼ 100時間に近いと、80から100に入ると。なので、部活動を、まあ、がっつりしたら、実は80から100になります。えまあ、この記事でも、えー、県教育庁の学校人事課が、県立学校教職員、各、え、個、ー、中学、高校、特別支援学校を対象に行った2018年ですね、この時きは。どう 長時間勤務実態調査で残業時間が月100時間を超えた人数が延べ1314人に上ったことが分かったと厚生労働省が過労死の目安とする過労死ラインの月80時間から100時間の残業者数は延べ1764人で両方を合わせると延べ3078人となったえ の福本院長は過酷な長時間労働は教員の命や健康を脅かすだけでなく教員が病気すれば子どもの教育保障もできなくなると行政は実態を把握分析し改善すべきだと指摘するとこういった記事があります長金の主な理由としては月80時間から 100時間以上もともにお最も多かったのが、まあ、部活動と。やっぱり、えー、この部活動、まあ、一番理由の一つかなと、うん。この部活動、先ほどお話した、まあ、がっつり平日3時間の休日4時間、うん、これで90時間超えますので。で私も えー、以前は部活動、まあ、掛け持ちで、まあ、5つほど持ったりした時期もありやっぱり月で多い時は140時間超えるような148時間ほどあったり大体いいこういった100時間を超えた職員に対しては、えー、産業医の 先生と面談をすると、まあ、これも希望性なんですけれども、するという流れがあり、まあ、面談をしたり、まあ、面談をしても、結局はもう部活動という原因がはっきりしておりますので、部活動時間を減らすという、もうそれが全てです。まあ、その時を、まあ、実際平日も、 例えば3時時間間かららに減らすと月曜から金曜まで2時間に減らしまあ10時間 2×5 ででそしてまあ休日はえまあ4時間から3時間に減らし土日で6時間で平日10時間ですので1週間16時間まあ16時間をひ月つ4週と考えて 4周で計算してで1 6る4で64時間でこれでやっとまあ60時間台になるとでももうこれ普通と言いますかもう普通です普通普通まあ何が普通かって言われますと 何が普通なんですか、ね、まあ部活動まああの時はやっぱりおっきな部活動を持ってましたしそういったまあサッカーとか、まあ、バレエとかそういった球技系を持つ流れが出るとまあよく練習試合とか土日はやっぱり入れたくなりますので、まあ、生徒のモチベーションを上げたりするためにもなんか軽く。 超えるという流れがじゃあ外部委託全てしたら丸く収まるんじゃないかと実際あの全然全然また全然全みたいになってしまいましたがその外部委託した場合なかなかこのなり手の人たちも。 現状では今の時代でも給与面であったりそういった関係で時間であったりなり手がいない状況ですのでまあ本当は私も外部でスポーツクラブとしてまあやるのがまあ教員のこの残業時間を減らすには間違いなく一番まあ有効な手段かなと。 ただ中にはやっぱ部活動が好きでこの恩師のようになりたくてとかいろんな人の影響を受けてとか部活動に恩返ししたいとかそういった中で教員を目指す方もたくさんいらっしゃいますのでそういった方はもちろん中心に部活動を全力で頑張っていただいてまた違う形で 部活動ではなく生徒の資格試験等々も専門系ではありますしさまざ、あ、まな生徒とコミュニケーションを取る手段は、まあ、生徒会教授しかりありますので必ずしも全員が部活動をやらないといけないような,なんか PTA に自然と全員が 入らなないないないいいとけようななんか不思議なこの学校のこれまでのスタイルといいますか、まあ、時代に合わせてさまざまな形に変えていってもいいのかなと、まあ、そこでまた、えー、改善点であったり、まあ、もっといい点があればそれを採用していくような流れに。 なっていただきたいなと。そんな流れを作るのは文科省です。で、こういった記事もあります。えー、文科省が蓋をする教師の非正規率の衝撃実態と、20%を超える勢いで上昇、自治体間で3倍の差。まあこれも、えー、東洋経済さんの記事で、あ今年の 6月16日ですので、も結構最近の記事で、要するに非正規の教師が増えて、本務の教師がまあそこまで増えないと。なので、教員不足がまあ全国あらゆるところで続いておりますので、その原因としまして、 え最も大きかったのは2004年から2006年にかけて進められた、えー、小泉内閣の三味一体改革だと、えー、国庫補助負担金改革税減以上、えー、地方交付税の見直しの3つを一体として進められたこの改革では4兆円分程度の国庫補助負担金の廃止・縮減が方針として掲げられ その標的とされたのが義務教育費、国庫負担金であったと。それ以前、国公立学校教員の給与は、まあ、我々の給与は、国と都道府県が2分の1ずつ負担していたが、国の負担割合が3分の1に減らされたのだと。残りの3分の2は、地方交付税交付金や財税源移住によって、 えー、賄われるという理屈だが実際にその財源が保障されるわけではないとえ。結果として各自治体の教育財政の基盤は極めて脆弱なものとなった。まあ、お金が国から出ずそれを都道府県で賄うとえ。それで給与がなかなか出せない。なるほど。給与がなかなか教員に出せない。だから、 本採用ではなく非正規の人たちをたくさん雇う民間の企業がアルバイトのパートの人たちを雇うような非正規、まあ、人件費を抑えると、まあ、そういったことが結構起きていて、まあ、確かにこの教員が不足していて他県では学級担任がいないとかこの教科はずっと いいいいない状況が続いているとか、まあ、実際沖縄県自体も、えー、まあ産休を取られたり育休を取られたり病休を取られたりさまざまな休みを取られる中で、まあ、やっぱり非正規の臨時職員の私も経験したことありますが人たちがやっぱり活躍といいますか必要になりその人たちがもう少なくなって。 で本務の採用もまあそんなに変わらず、まあ、少ない状況でまあおそらく少子化だからとか学級減学校統合問題さまざ、あ、まなことが行われるという想定かもしれませんがやっぱりこの教員の数っていうのはもう絶対的に まあ当たり前すぎますが、まあ、必要だなともうこの辺りはぜひもう今の時代各学校にスクールカウンセラーさんが配置されさまざまな個人個性を尊重する、まあ、授業形態であったり学校経営が始まっておりますので、まあ、人員の確保とそういった方々への まあ、手当、給与、まあ、この教育の改革の方もぜひまあもう本当文科省さん次第なんですけれども今から今からといいますかもう何十年も前から歌われて継承されて見直されて、えー、来た問題だと思いますのでやっぱり え現,場が現場の声が届くような教育体制になればなと、まあ、ちょっと2点3点くらいしました、まあ今日はこのブラック教員と呼ばれる実態、えー、そして残業時間がやっぱり多いともう本当に多すぎて。 例えば部活動とか見てる方々はもう退勤ボタンを押してから見るとかなんかそんななんか不思議なやり方が当たり前になってきたりしますのでまあそんなちょっと不合理といいますかですと何も変わらない状況なので先ほど話したこの部活動の 地域へ行こう外部へ委託部活をやりたい先生方は全力でやる環境整えるとまあそういった希望性であったり学校全体が大きく変わる時期なのかなと思っております、えー、今日最後にまた好きな曲を紹介したいなと 思っております今日紹介する曲は、えー、ゆずさんの「空っぽと」ともうよく高校時代ぐらいに歌っていた、えー、曲です。何気ない夜中をしていつもと同じように笑ってた。 今日の空みたいに青く澄んだ君の目が何か語りかけたことはいつもくの方から後ろにむなしさつれて教えてくれた けれどこんなにも空っぽになったのに僕は歩き出したどうにもならないはがゆさがひとつずつゆっくりと」 僕の前で立ち止まるだからその目で僕を見ないで悲しくなるから多分君は僕 の中に「もう映らない」「人を好きになること」「当たり前のことなんだけど」 僕がもう少しそのことを知っていればこんなことにはならなかったのかもね答えは今も見つからないまま繰り返しの図の中 「また一歩踏み出すよ」「だからその目で」「僕を見ないで悲しくなるから」「たぶんは僕 僕の中に「もう映らない」「忘れることなんてできない」「僕が今日もここにいるから」「君の影を」 「いつもどこか探してる」というゆずさんの空っぽを今日は紹介しました。明日からの一日が皆さんにとって幸せな一日となりますようにさようなら。